ロバート・ソアバーンによる肖像が1840年。第三代ウォーター・フォード公爵ヘンリー・ドラ・プアベレス・フォードはアイルランド貴族。1824年から1826年まで、ジロン伯爵の儀礼称号を使用した。ウォーター・フォード公爵夫人、ルイーザ・フランシス・グラントが1859年、1860年。 第2代ウォーターフォード公爵ヘンリー・ベレスフォードとスザンナ・ハッシー・カーペンターの次男として1811年4月26日にメルルボーンのマインスフィールドストリートで生まれた。1826年7月16日に父が死去するとウォーターフォード公爵位を継承した。1824年から1829年までイートン・カレッジで教育を受けた後、 1829年10月21日に、オックスフォード大学、クライストチャーチに入学した。オックスフォード大学ではそこによりすぐに、自主退学を勧告され、それに従った。その後の10年ほどは、競馬場、仮場、警察署でよく見かけられたという。経済で起訴されることも多かったが、刑罰となる罰金の被体は所詮は労働者階級に向けた刑罰であり、 ウォーターンフォード公爵が笑って支払えるほどの金額だった。1838年にはバネ足、ジャックの正体であると噂された。1842年6月8日、ルイーザ・スチュアートと結婚した。結婚を境に放納した生活を改めると、たびたび逮捕されるようなことはなくなり、代わりに領地管理に集中した。ただし、引き続き数百頭の馬を保有し、 狩猟の季節では一週間のうち6日も狩りに出かけた。1845年1月4日、聖パトリック勲章を授与された。1859年3月29日、狩猟中のラクバチェコにより死去した。弟ジョンが爵位と遺産を継承した。ありがとうございます。